優先順位。どうもちゃ、篠原です。今回は勉強をする時の優先順位、何からやるべきかという話をしたいと思います。はい、勉強の優先順位ですね。で、今回はですね、やっぱり実際上優先順位つけるってなった時の話とかも含めてですね、いろいろ話したいと思います。で、まず一応よく言われてる話からしますね。まず一応よく言われてる話が、こっちが重要で、こっちが、重要で、こっちが緊急性ですね。緊急性と。で、緊急の金ぐらい漢字で書けようと思うかもしれないですけど、重要で緊急、重要さで、こっちは緊急さなんですけど、まず重要かつ緊急なものがありますね。これは何かって、例えば定期テスト対策とか模試対策とか、ここをやっぱり一番最初にやるべきです。で、あと2番目でよくやりがちなのがここなんですよね。重要じゃないけど緊急なもの、例えばですけど明日までにやらないといけない宿題とかをここに2番目に増えがちなんですけど、これやめてほしくて、こっち重要だけど緊急じゃないものを2番目にやってください。で、緊急だけど重要じゃないものは3番目にやると。で、緊急でもないし重要でもないやつはまあ極力やらないということですね。例えばですけど、やっぱりここがですね、明日定期テストだったらその定期テスト対策、定期テスト対策とか模試対策、これ一番大事じゃないですか。で、重要だけど緊急じゃないもの、例えばですけど前の模試で、単語を覚えてなくて取れなかったから語彙力つけようと思ってブル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 3ヶ月経って、あ、次の模試だけど結局、あんまり単語覚えてないやみたいなってなったら、やっぱりこれ重要ですよね。今自分のわからないところ、できないところが分かったのをなんとかしようとする営みだから重要なんだけど、まあ3ヶ月後でいいやって言ってブル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 なって、まあ結局できませんでしたっていう。だからこれ重要なんだけれども緊急じゃないものを2番目にやってほしい。で、最後に、まあ日々の宿題とかね、この宿題意味ねえよなって思ってる宿題とかは、まあ確かに明日までにやらないといけない。緊急だけれども、まあ重要性低いんですよ。ですから、優先順位はやっぱりこの順番ですね。この順でやってほしいと。で、緊急でもないし重要でもないもの何があるかな。例えばですけど、大学入試でいらない科目の勉強、理系、あ、ごめん、文系の私立受けるのに理科とかね、理系の私立受ける社会とか、人の社会とかっていうのは、まあ、ここになるかなと思います。で、その上でなんですけど、その上で、とりあえずこれに分類してみた上で、じゃあ、どれからやるかっていう話をします。で、まず一つがですね、好きなことからやりましょう。やる気が出るものからやれってことですね。勉強なんて基本的にやる気出ないじゃないですか。クソめんどくさいと思ってるでしょ。で、そんなクソめんどくさい勉強なんですけど、やっぱりね、やろうって思うやつからやった方が、まあ、乗るんですよ、気持ちが。よし、頑張ろうって思える。ところが、なんかそういう気持ちが出てこない勉強もあるじゃないですか。そんなのはやっぱり後回し、極力、まあ、やらないということですね。めんどくさいなって思うやつは極力やらないと。でも、やっぱり、重要で緊急だったらやるんですよ。こっちがまず最初ね。重要で緊急だったらやる。だけれども、まあ、あんまり好きじゃないんだよねってやつは、この中でもまあ、最後の方にやる。だから好きな教科からやるということですね。で、二つ目が、時間がかかるやつで、これはね、大体ですけどめんどくさいやつなんですよ。例えばですけど単語を覚えるのって時間かかるんですよね。一回やったらすぐ忘れるんですよ。で、また復習しないといけないけどまた忘れたりとかして、絶対時間かかるんですよ。だから長い時間を要するものに関してはやっぱり優先的に時間を割いた方がいい。ただしこれは高1とか高2生の場合です。高3の場合は、まあ、言うてももう早めに点数にしないといけないんで、とりあえず手っ取り早く点取れるところをバン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 取ってほしいんですけど、まあ時間がある程度必要なものっていうのはやっぱりある程度前もってやっておいた方がいいかなと思います。です。で、最後3番目なんですけど、まあ今までですね、この好きなものであと時間がかかるものっていう風にやった上で、影響力ですね、影響力がでかいもの、これも早めに片付けておいた方がいいかなと思います。具体的に言うと、数学ですね。数学は、後々物理とかにも効いてきたりとかするんで、やっぱり影響力がでかいです。だから数学できませんってやっぱり痛いんですよね。
で、あと、まあ、個人的に思ってるのは国語。特に現代文ですね。現代文ができないっていうのは何かっていうと、まあ、読解力がないということ。で、読解力がないと英語が読めなくなります。というのも、英語ってネイティブからしたら国語なんですよ。だから、アメリカ人とかイギリス人とかにとっての国語である英語が、読めなくなるんですよ。国語力がないと。だってアイスランドっては国語なんですから、たとえ単語を覚えて、もう、まあなんか、頭打ち振るんですよね。読解力という意味で。ですから、まあ国語とかは早め早めに、やった方がいいかな、と思います。はい。まあでもやっぱりね、やっぱり一番いいのはこれですよ。うん。頭の中でどんだけやらないといけないと思ってても、やりたくねえなーって思ってるやつは乗り気出ないですから、まあ、まずやろうってやる気になるものをやっていただく。ただし、やっぱり優先順位これには従ってほしいですね。だから、これごめん、ABC にすればよかったかな。ABC、まあこれ A で、これ B で、これ C だとして、例えばですけど、この1の中での ABC で判断。で、1を全部終わらせた今度2、2の中での ABC で判断すると。だから、どんだけ英語が好きって言っても、1の英語が全部終わった。つまり、直前の定期テストが迫ってるやつの英語が終わったんだったら、英語、2の段階にある英語はやらずに、2の段、H の段階にある、数学とかをやるということですね。が大事なのかな、と思います。はい。ということで、今回勉強の優先順位について話しました。ぜひですね、メリハリつけてやってください。人生は有限だし、青春も有限。試験受けるまで、試験本番までの時間も有限です。その有限の中の時間をですね、うまく使うためにも、やっぱりね、できることをですね、しっかりやっていくことが大事ですね。なので、優先順位をつけてやっていきましょう。ということで、今回のはこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。